四日市市に来ています。今回は秋ならではグルメ、秋といえばあのビッグイベントがありますよね。そう、ハロウィンです。こちらのドゥークルルさんではハロウィン限定のアフタヌーンティーセットが楽しめるんです。こちらのお店はフレンチのシェフとスイーツパティシエのご夫婦でされているお店。そんなお二人が作るアフタヌーンティーセットいただきます。まずは四日市市笹川通りにあるドゥークルルさん。フレンチシェフのご主人とパティシエの奥様ご夫婦でされているお店で、ショーケースにはケーキだけでなくフレンチ惣菜のテイクアウト商品も。気になる今月だけのハロウィンをテーマにした豪華なアフタヌーンティーのセットがこちらです。お化けだったりコウモリだったりハロウィン尽くしですね。はい、めちゃめちゃ可愛いです。ありがとうございます。こちらは何種類ぐらいあるんですか？全部でお惣菜も合わせて11種類の商品が上に載っています。やっぱりハロウィンアフタヌーンティーというからには、にぎやかで見た目も楽しんでいただきたいなと思ったので、季節のフルーツも入れて豪華に仕上げました。ドリンクもありますが、こちらもカシスオレンジで作りまして、色をハロウィンカラーで何かドリンクないかなと思って作りました。もうカシスオレンジ濃厚なね、フレッシュさですごい美味しいです。よかったです。早速こちらいただいていきたいと思うんですが、まず一番下にあるのがフレンチのシェフが作られたものなんですよね。当店はフレンチとケーキのお店なので、どちらも召し上がっていただきたく、一番下にはフレンチのお惣菜を並べまして、上にはスイーツが乗ってるという感じになっています。秋ということもあるので、かぼちゃのキッシュからいただいてもいいですか？もうすぐに口の中にかぼちゃの甘みが広がりますね。本当ですか？よかったです。食べ応えがあるように生クリームとチーズと贅沢に使って、で中にも具材もうぎっしり入れて、もう一つでもう十分満足していただけるように作ってます。じゃあフレンチシェフのお惣菜系からちょっともう一品いこうかな。こちらやっぱり今回はハロウィンなのでハロウィンカラーをたくさん入れたくて、で黒といえばなんだろうなって言って2人で考えてこちらになりました。おいしいですか、お肉すごく柔らかくて、甘辛のタレが、とってもおいしいです。じゃあちょっと2段目に行きたいと思うんですが、これもまた可愛らしいですね。心がすごいくすぐられる。ちょっとこのインパクトのすごくある、めちゃめちゃ可愛いですね。お化けと目が合いますよ、ちゃんと。こちらは、かぼちゃのモンブラン、かぼちゃのモンブランです。滑らかとふわふわの間というか、そう、食感的に本当に軽い感じですね。これは、この中に何が入ってるんですか？中にスポンジと、あとかぼちゃを煮込んだものが入っています。よいしょ、ちょっとこんな感じが絵的にあんまりあれ中に入ってる。優しいふんわりとしたこうペーストの中に、またふわふわの、柔らかいスポンジの味わいもあって、これもまた美味しいですね。じゃあアフタヌーンティーセットなので、紅茶も。こちらはマリアージュフレールというブランドの紅茶で、マルコポーロという種類の紅茶になります。香りがすっごく良くて、ちょっと特別な紅茶なので、ぜひいろんな種類からドリンクを選んでいただけるんですけど、ぜひよかったらこちらの紅茶を飲んでいただきたいです。甘い香りしますね。
おお、あ、え、その甘さがこう口の中に広がるんですけど、え、これ何の甘さって言ったらいいんだろう。ちょっと深い感じの香りがして、一番このブランドの中でもこの茶葉が一番美味しいかなと思ってこれをお出ししています。なんか優雅な感じが口の中に広がります。ちょっとマカロン気になるのでマカロンいただこうかな。こちらもまた顔が描いてあるんですね、はい、まあ、ハロウィンカラーは何色かなって考えた時に、まあ、紫、黄色、赤ってなって、じゃあやっぱり季節のものも取り入れたいので、まあ、お芋で紫で紫芋のマカロンに今回はしました。生地がポロポロっと口の中で、はい、溶けてて、また中のね、このムースですか？これはバタークリームです。はい、紫芋のペーストでバタークリームと合わせて紫芋のマカロンになってます、はい、いや、どれもね、すごく可愛くて、ね、もういろいろ迷いながら皆さん食べるんだろうなっていう感じがしますね。こちらの方は限定の商品になってるんですよね、はい、そうですね、10月限定で、土日祝のみでさせていただいてます。それ以外にこう何かイベントとかそういうのはありますか？ですね、平日がアフタヌーンティーはやっていないので、平日だけのハロウィンプレートを21、22と28、29の4日間だけさせていただく予定です。こちらはですね、ショーケースの中からお好きなケーキを一つ選んでいただいて、そちらにプラス300円していただくとハロウィンのプレートになって出てくるというものになります。それはもうここに来ていただいた方に、はい、もう楽しんでもらう、当日楽しんでいただく。そうです、そちらはご予約なしでも大丈夫ですので、お気軽に来ていただけたらと思います。ハロウィンをテーマにしたアフタヌーンティー、全11品ボリューム満点のセットです。現在予約を受付中ですが、すでにほぼ完売ということで、今回特別に延長開催をしてくれることになりました。11月2日、3日、4日に開催です。続いての秋ならではグルメ、桑名市にやってきました。こちらの麦の輪カフェさんでは、地元の小麦にこだわったグルメを味わえるんだそうです。楽しみです。とっても素敵なこう木のね、ぬくもりもあふれる店内になっているんですが、2階に上がってきて、こちらのスペースがこう皆さんがお食事を楽しまれる場所になっているんですね。そうですね、もうお堀沿いに面してますんで、2階からこうお堀を眺めていただくのが一番素敵かなと思って、そういう設計にしてます。このお堀はそのままの七里の渡しに続いておりますので、やっぱりそういう歴史を感じていただければいいかなと思ってます。この空間で桑名もち小麦をいただけるというふうに伺っているんですけれども、どういったものなんでしょうか？桑名で採れたもち背のでんぷんを持っている小麦なんですけれども、はい、食べると小麦なんですけどもちもちしてるっていう食感で、それをこう、まあ、ブランドして日本中に広げたいという思いで10年以上前から栽培しております。珍しいですよね。そうですね、少しずつ各地で栽培も始まってますけれども、この東海3県では桑名だけになってます。どうして始めようと思ったんですか、その栽培を？母体の会社が、食品の卸しやってまして、何かこうやっぱ地域活性というものをしたいなという思いがずっとあってですね、そこの中でやっぱり自分の商売の中の小麦で何かこう地域活性できないかということで、珍しい小麦を農家さんと一緒に作って広げております。安田さん、収穫イベントで桑名もち小麦の PR を行うだけでなく、新食感の小麦をもっと多くの方に知ってもらいたいと、カフェではもち小麦を使ったランチメニューも用意されているんです。美味しそうなね、プレートがこちらにあるんですけれども、このパスタももち小麦で作られたものなんですよね。そうですね、自家製の生パスタを提供しておりますので、はい、ぜひお召し上がりください。ありがとうございます。
想像以上のもっちりさです。確かにお餅に近いかもしれないですね、はい、食感。あ、そうですね、まあ、好き嫌いはあるかもわからないですけれども、非常にそのもっちりさは表現されていると思いますね。ショートパスタ自体にちょっと水が入っているので、ソースもしっかりと絡んでて美味しいですね。ありがとうございます。いなべさんの桜ポークも使用しておりますので、うん、やっぱりこう地産地消で桑名を味わっていただければと思っております。ちょっと甘みのあるようなお肉な感じがします。そうですね、豚も使ってますので、どちらかというと甘み の、 強いソースになってますね。そしてこちらにはパンも、はい、フォカッチャも持ち込みを使っておりますので、ぜひ、ちょっと表面パリッという音が聞こえましたね。いただきます。これもまたもっちりしてますね。うんうん、でも表面のやっぱりこうパリッとさっていうのも感じます。その辺のパリッととモッチリっていうのが非常にこうバランスというか、味わっていただければ楽しいですし、うん、まあ、本当にホールでも買えますんで、食べて美味しかったんでホールで買っていただくお客さんもいらっしゃいます。このもち小麦の良さっていうのを最大限に生かして作られているプレートになってるっていうことなんですね、はい、メニューはこの他にもあって、こちらは桑名もち小麦のワッフルです。焼きたてじゃなくて冷めたてなんですか？はい、焼きたてだともう全体がもっちりなんですけど、はいはい、冷めたてだとこう表面が少しずつこうカリッとなってくるので、うん、その表面のカリッと中のもっちりを味わっていただくのが一番バランスがいいというスタッフのお話です。では味わってみましょう。多分今ちょうどいい 頃だと思います。確かに食感も表面パリッとしてて、やっぱりね、これもち小麦の特徴ってすごいですね。本当に生地がもっちもちになりますね。食感が楽しい、口の中がなんか、ね、面白いというか、新しい新発見があったっていう感じがすごくします。こういうね、拠点みたいなのができて、こういうところに皆さんが来ていただいて、こう食べていただいて、美味しかったっていうのが広がっていけば一番いいですし、ここの建物って実は宿泊もできてですね、はい、長島温泉が近いので、結構全国からいろんなお客さんがいらっしゃって、朝食で持ち込みのワッフルを食べていただいて、美味しいという口コミを書いていただいてますので、朝食目当てに泊まっていただく方もいらっしゃいますので、こう他県の方がここに泊まっていただいて、桑名を味わっていただく素敵な場所になればなという思いです。